Hallo YouTube.皆さん、こんにちは。ゴールデンウィーク、ただ中ですね。本日は2020年の4月27日です。で、今日はですね、私、もちろん休みです。はい。で、今日はですね、何の話をするかというと、大型自動車免許を取得するにあたって、ちょっとね、調べました。免許費用ですね。教習所に入った場合、自動車学校に入った場合の、一体いくらかかるのか、全国的にですね、福岡県、広島県、島根県、石川県。この4つをね、調べましたところ。約40万前後ですね。で、我が山口県。私が住んでるところは、防府市というところなんですが、そこのね、教習所が37万円だそうです。はい。高いですね。なんでそんなにするんという感じです。なんでそんな、高いですよね。そんなんじゃ、運転手ね、ほんとね、来ないですよ。はっきり言いましてね。それでもね、運転手になってみようという方はね、とても多くいると思います。なのでね、もうちょっと安くてもいいんじゃないのと。せめてね、いくら高くてもね、20万ですよ。いくら高くても。今ね、普通車でも、普通免許でも30万ぐらいいるらしいですね。ぼったくりですよ。ほんとぼったくりですよ。普通車でも、20万でいいんじゃないのと。でね、はっきり言ってね、まあいいか、これは言わないことにしましょう。はい。はっきり言ってね、大した教習しませんよ。はい。なんか言いましたよ。なんか言いました。でね、普通車はね、高くて当然と思うんですよ。学科も実技も長い。ね。でもね、大型はね、高すぎますよ。でね、学科なんかね、1時間ですよ。でね、実技が、約30時間ぐらい。実技もね、30時間もいるんかなという気しますけれどもね。あんなにいるんかなという気もしますけれども、それはいいか。それはいいんですけれども、普通車はね、高くても、しょうがないかなと、20万。仮に20万としても、しょうがないかなと思いますけれども。大型なんてね、その半分の10万ぐらいでいいんじゃないの？昔10万でしたからね、おそらく。私が現役の頃、昭和60年ぐらいはね、2万とか3万だったような気がします。はい。私、大型自動車は、教習所に入ってないんで、一発技能試験に行きましたんで、よくわかんないんですけれども、そのぐらいの金額じゃなかったのかなと思っております。うんとね、高いですよ。で、国のね、国の助成制度。助成金、補助金か。そういったね、制度あるみたいなので、そういったのもね、活用するということを、ぜひともお勧めします。それをですね、そういう、サイトを見ながら、これから、説明していきたいなと思っておりますので、ぜひご覧ください。それでは。はい。それでは早速やっていきましょう。
今ご覧いただいているのは福岡県ですね。福岡県福岡市の自動車学校の、ホームページを見ていただいております。で、ここの大型教習ですね。ここの大型教習の料金は、そうですね。大型自動車で、すでに普通免許を取得していると。普通免許のマニュアルにしましょうかね。マニュアルを持っていると。で、技能が30時間。技能が30時間ですね。で、学科が1時間。で、締めて38万円と。で、税込みで41万8220円ですね。で、総額ですかね、これは。入校時に必要な費用と書いてありますが、これ、入校時に一括で払うという意味なんでしょうかね。42万1070円と。たところでしょうか。はい。この手数料などもね、全部含めてこの額なんだと思います。高いですね。びっくりしますわ。で、島根県に行きます。島根県のですね、はい。ここですね、大型免許。大型免許で普通車。今現在普通車を持っていると。で、技能が30時間、学科が1時間と。島根県安いですね。27万7500円と。で、税込み30万ですね。夜間だと29万1800円。で、赤文字ですね。32万695円と。こうなっております。島根県はどういうわけか安いです。これはですね、ここが石川県ですね。石川県はですね、ここですね。大型自動車で普通免許を持っていたら、実技29時間、学科1時間ですね。で、40万9836円と。で、締めて税込み45万820円となっております。全国的にやっぱ40万前後なんですね。びっくりしますわ。これも石川県なのかな。石川県ですね、これも。あ、すいませんね。先ほどのは広島県でしたね。すいません。今のが、石川県ですね。石川県で、これですね。大型石の普通。で、こうですね。37万4330円と。はい。全国的にですね。40万前後と。いったところでしょうか。高いですよね。ほんと高いです。でね、これにはね、免許取得制度に伴って助成金がね、出るみたいなんです。で、ちょっとね、調べました。これですね。これですね。教育訓練給付金。一般教育訓練の教育訓練給付金というものらしいです。で、厚生労働省資格取得を目指す人が専門学校や通信教育などを活用した場合、入会金や受講料などで自己負担した経費の20%、上限が10万円を国が負担してくれる制度です。なのでね、こういったた制度をね、活用しない手はないですよ。上限が10万円なんですが、10万円を負担してくれるかどうかというのは大きいですね。ぜひとも、こういうのをね、活用してもらいたいですね、本当。はい。で、これにはですね、給付金支給条件というのがあります。はい。
これでですね、教育訓練給付金の支給を受ける対象となるのは、支給要件期間、一般被保険者や短期雇用特例被保険者として、同じ事業者に連続して雇用された期間が3年以上であると。雇用保険の一般被保険者ですと。で、また、前回教育訓練給付金を受け取ってから今回の受講開始日までに3年以上こう経過している必要があると。そういうことですね。なので、まあ、前回もこの給付金を利用した人が3年以内はダメということですね。3年以上経過していれば、まあ、条件は満たされると。いうことですね。はい。まあ、100%ではないとは思うんですが、まあ、これをね、申請してみるべきですよ。はい。で、ここにはですね、ハローワークで受け付けるようですよ。で、教育訓練給付金制度を利用するためには、受講を開始する1ヶ月ほど前に、ハローワークへ行き、申請手続きをする必要があると。教育訓練給付金支給要件照会表に必要事項を記載して、教育訓練給付金を受ける資格があるかどうかを問い合わせましょうといったところですね。なのでね、ハローワークでこれをね、聞いてみられることをお勧めします。はい。そうしたらですね、詳しくそれぞれ教えてくれると思います。はい。以上で、この動画は終わりたいと思います。この動画が役に立ったという方は、グッドボタンをよろしくお願いします。また、皆さんのチャンネル登録をお待ちしております。